堂の駅全国制覇者さん配信を開始しました。アツアット堂の駅全国制覇者さんポンポンお願いします。イサアスタリスクアスタリスクさんイジイジイジありがとう。イジありがとう。イサアスタリスクアスタリスクさん電波悪ー。悪いねこの辺悪いね。チャーララ N さんはわ2番ありがとう。さゆがさゆまるさんをか3番ありがとう。松狩村マッカリじゃない、マツカリ村になっちゃってんだよこれ。前の頃これ。マツカリ村になってる。美しい町よ子供たちにマツカリ村。やんだ本当にやんだわ。多分ニセコも同じような感じだと思うんで、ちょっと次その中に持ってってみるか。スタンプ置き場の北海道の置き場の素晴らしいところをお見せしようかなと思いますね。パラパラドスコイさん、ちょっとお人よしがいいくどか礼上手な方がいい。お人よしがいいくどかれ上手な方がいい。ちょっとずれたなこれ最後な。何をお見せしようかなって言った。え？何をお見せしようかな。さゆまるさん、さっきパラパラドスコイさん、何を？スタンプの置き場。さゆまるさん、歌じゃねえしわら。チャーララ N さん、目がしょぼしょぼしてきた。お疲れ。スタンプの置き場と、なんつったらいいんだろうね、こう何ページに。ももさん、ポソポソを3個プレゼントしました。ポソ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 。さゆまるさん、ナイス。ポソポソナイス、ありがとう。ポソポソ。ももさん、ポソポソを3個プレゼントしました。ありがとう。ありがとう、ももちゃん。ももちゃん、何やって。さゆまるさん、今日はめんどくさがらずポソポソナイス。ありがとう。ももさん、ポソポソを3個プレゼントしました。ポソポソ、ありがとう。
さゆまるさんナイス。ナイス。ももさんさゆちゃん、わらわらわら。さゆまるさん、わらわらわら。ニセコ。ニセコってどんなとこだって。さゆまるさん、よくやった。ももちゃん、わら。よくやった。ももさん、今どの辺ですか。ニセコ。ももさん、ニセコ。ニセコ。思いっきりニセコ。おもさん、もうすぐですね。ルート案内を終了します。いや、もうあれだ、一回ね、昨日書いたけどね、水通ってなかったからね。おもさん、そろそろサライかける準備しないと。おもさんへ。電気も水もね、止まってたからね。出てきた。ちょっと行こうか、これ。ニセコ。読み上げ小さくすんね。あ、後でダイソーあったら寄ろう。出口、振り口ってこっちなの。あ、入り口はそこ。もうこっから入れる。ああいう感じになってるね。こういう感じで、スタンプの置き場と、あとね、何よりも違うのはこれ。これが全然違うのよ。何ページにありますって。すごくわかりやすいの、ここ。北海道って本当わかりやすかったな。よく考えたらそう、すごくわかりやすいなと。あれなんだ。そうそうそう。スキー場のとこよ。ついで中見ていこうか。もう今はね、ニセコもほとんど外国だからな。ああ、そう？したらちょっと上げとくか。ね。もう一回行かないか。もう一回中に行くか。
さゆまるさんダメだ、寝てしまう。寝ちゃいそう？さゆまるさん今寝てた。さゆまるさん、定期、全国の道の駅を制覇し、北海道2周目回ってます。ただいま配信応援ランキング参加中、無料&有料アイテムで応援お願いいたします。コメントもどんどんよろしくお願いします。定期ナイサー。パラパラドスコイさん、定期ナイサー。さゆまるさん、運転モード。はーい。さゆまるさん、出かけよかな。うん。しのぶさんポンポンを3個プレゼントしました。しのぶさん、今日もありがとう。
ムさん夜ご飯も考えないと。夜ご飯は米にするか。ちっちゃいんだっけ子供ってな。さゆまるさん夜ご飯は生姜焼き。おお、いいね。チャーララ N さんまだ2歳と1歳。2歳と1歳だったらそうか、1個作れば。そうか、味噌ラーメンもか、塩ラーメンも1個作れば十分なのか。分けて食べれば。そういうことか。チャーララ N さん、そそ、離乳食ではないんでしょ。でも一応食べはするので、歯はあるんだ。チャーララ N さんあるよね。そしたらなんだろうね。さゆまるさんあるでしょ、わらね。1歳だったらあるか、忘れちゃったよ。パラパラドスコイさん、夜ご飯作って帰ってまた夜ご飯作るの。さゆまるさん、離乳食懐かしいな。いや、チャラは。さゆまるさん、ちびまるは1歳レトルトの離乳食食べなかったから。なんでだろうね、分かったのかな。味が濃いのがダメだったのかな。さゆまるさん、離乳食弁当も保育園に持たせてた。チャーララ N さん、そうだよ。さゆまるさん、さゆカフェやってたから赤ちゃんの時から保育園だった。うちもあれだったよな、保育園だったよな。さゆまるさん、0歳でだよ、保育園。あるある。さゆまるさん、生後2ヶ月から。おー、それもあれだな、早いな。早いな。さゆまるさん、無認可だから超高くて。超高かった。さゆまるさん、月5万だったかな。高っ。匿名応援団長さん、ポンポンをプレゼントしました。ポンポン、ありがとう。匿名応援団長さん、ポンポンをプレゼントしました。ありがとうございます。匿名応援団長さん、ポンポンをプレゼントしました。ありがとう。さゆまるさん、ポンポンナイス。ありがとう。ありがとう。さゆまるさん、でも知り合いとカフェ立ち上げて預けるしかなくて。おんぶってやるわけにもいかなかったか。昔はあれだけどな、もうみんなおんぶってもやってたけどな。でもそういう時代じゃねえしな。そういうふざけてんのかっていう実態だもん。スヌーピーさん、北海道だね。北海道だよ。さゆまるさん、手座ってなかったから。首を座ってないからな。そりゃ座らんだ。
丸さん結局あまりに風もらうから保育園やめたけど笑。そんなの、そうだったの。ひどいね。何やってんだろう。さゆまるさんあまりにたこ焼きが食べたいから初めて行くたこ焼き焼いてくる。はい。さん銀だこナイサー、銀だこナイサー、さゆまるさん仕方なく昼間はチビ見て夜は飲み屋という生活になった。うん。さゆまるさん銀だこじゃないわら。たーこ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 言われる前に言ってやった。たーこたーこ、さんわらわらわら。あ、11度になったね。結構暖かくなってきました。よかったです。匿名応援団長さんポンポンを3個プレゼントしました。 ありがとうございます。わかります。さゆまるさん松と待ち合わせたスーパーの近くみたいたこ焼き屋、たこ焼き屋あったな。さゆまるさんポンポンナイス。あんなところにあったりたこ焼き屋さん。お、おはよう、ありがとう。さゆまるさんあるみたい。あるんだ。さゆまるさん一つ走ってるんだけどそこはまずいから。まずい、たこ焼きにまずいあるか。そんなにないんでないか。さゆまるさんある。ある。たこ焼きにまずいってあんまり出会ったことないけど、たこ焼きはたこ焼きだよなとかいう感じしかないけど、というよりもソースでごまかされてるっていう。パラパラドスコイさん、そのたこ焼き画像ください。それをおかずに焼きそばパン食べますから。さゆまるさんなのに山形の B 級グルメとか言っておかしい。さゆまるさん若田 WWW 松にも自慢します。しますの、しますの、しま、しますの、しますの。さゆまるさん大阪たこ焼きだってさ。さゆまるさん行ってみるねわら。大阪たこ焼きって俺食ったことない。終了まであと3分になりました。はい、ちょっとつけ直し。さゆまるさん定休日だったらぐさ。さだね。ちょっと電波悪いところ走ってるんでね、あの申し訳ないけど、あの途中で切れたりするのももったいないんで、このね、付け直し付け直しでやりたいと思うんで、皆さんご了承いただければと、ね、思いますんで、よろしくお願いします。さゆまるさん口コミでは大阪の味ではないと書いてあった。もうあっちこっちの方言が混ざってしまいました。申し訳ないです。ありがとうございます。あっちこっちの方言がすげえ混ざったような気がした今。パラドスコイ
井さんごめんなさい、すっごい混ざってましたすっごい混ざってました、すいません。分かかるからたこ焼き冷めそう。ああ、それはそこで食べた方がいいかもしんないな。車で食べようか、汚さないように。さゆまるさん、チビのも買ってきたいから。ああ、したらチンだな。チンだな。パラパラドスコイさん、チンチンチン、ガチャクシッ。うん、さゆまるさん、揚げたこ、マヨたこ、ソースたこ焼き、味なしどれいかな。さゆまるさん、秒落ち。ソースたこ焼きしかないんじゃない。味なしって何。ありがとう、秒ありがとう。イサアスタリスク、アスタリスクさん、お乳。パラパラドスコイさん、ではまたわら。